コンコースの竹林幕府台北駅、台北社丹駅は台湾台北市中西区にある桃園都市運気乗船の駅。駅番号は AA1。台北駅西側、低周路、市民大道南側のゲートブ、台北用地地下に総事業費、約120億台湾ドルで建設された。建設が未着手のゲートブ、台北上層階を含めて、 当駅ホーム会から地上を2階にかけてのアトリウム式コンコースの設計、パブリックアート、竹林幕府のデザインは日本の建築家、牧文彦が手掛けた。他事業者の台北駅や松山新店線の北門駅とは改札外で、台北地下街や専用連絡通路を介して連絡している。この場所は台湾総督府鉄道時代の淡水線級北門駅を経て、 戦後は、旧国道客運転北総駅という用途が変遷している。当駅での位置は、搭乗日便出発時刻3時間前まで可能で、当面は、台湾の大手2社と、系列企業の2社、及び、以下の外資計画社のコードシェア便を除く、自社運行便が対象。仮開業期間内は、列車運行時間帯のみ利用可能。2年間は、無料とされている。悠々。 一通り始め8種の IC 交通カード、電子マネーが利用化。地上との出口は各地下街との連絡口とは別に A1A7 の7箇所が設けられる。北側は地下1階で台北地下街の出入り口 Y14Y16Y18Y20Y22 とつながっているほかメガバイト1階の専用連絡通路で他社線の台北駅と 同一フロア反対側の専用通路で、早雲北門駅と乗り換えが可能。他社の各路線との乗り換え経路が複雑で時間を要するとの報道、苦情が相次いだため、新設地下道による360度カメラ撮影での最短ルートの案内動画を公式チャンネルに急遽アップロードして鎮静化が図られた。コンコースは地下1階にあり、送迎車やタクシーの発着。 待機スペースのほか、東園国際空港国際線出発旅客のための航空会社のチェックインカウンター、外国人出国旅客用向けに地方租税払い戻しのセルフカウンターが設けられ、受託手荷物は空港と同じく自動で搭乗便ごとに仕分けられて直達者の専用車両で空港まで運ばれる。地下2階に改札口、地下3階に島式ホーム2面4線と、 それぞれ一本の留置線を備えている。地下4階は駐車場。開業時点での駅構内の案内表示は、上り台北、上り中、上り機場であり、実際の利用時は注意が必要。開業1年半時点の2018年9月での1日平均利用客数は、船内では最多の35,067人。ありがとうございます。